キレナイカ、キレナイカ、サイレネカ、サイレネカは、リビアの東部地方。古典時代以来、一般的には、バルカ、バーカと呼ばれ続けた。トリポリタニア、フェザーンと共に、リビアの歴史的な三地域で、1970年代の行政区分でもある。語源は古代ギリシャ時代の植民地、キュレネ。現在は、シャービーアと呼ばれる行政区分に分割されており、 アジュダビーヤー、ベンガジ、ダルナ、クワフなど10の州、県レベルの自治体に分かれている。地形は低地でおおむね平坦。南高北低の美型者を有すサハラ砂漠、リビア砂漠が海岸線まで広がる。ベンガジ東部から地中海に沿っては600メートル級のアフダル山地が存在する。夏季は日中気温が摂氏30度から40度を上回ることもあるが、 当期には、氷点近くに下がることもある典型的な砂漠気候である。砂漠気候ではあるが、ベンガジー島の沿岸部では、地中海式農業が行われている。また内陸部に移動すると、オアシスのように、センターアッピボットを利用した、灌外農業が行われている。1950年代末期には、ゼルテン、サリール、アマルといった油田が、 アメリカ資本によって開発されたことによって、リビア最大の油田地帯となっている。紀元前630年頃に、サントリーニ島のギリシャ人が、キレナイカ沿岸部に入植し、キュレネを建設した。キレナイカ地方のキュレネ、アポロニア、ヘスペリデス、トクラ、トルメータのご都市は統合し、ペンタポリスを構築し、古代キュレネ王国となる。古代キュレネ王国が、 アレクサンドロス三世に征服された後は、ディアドコイであるプトレマイオス朝の従属国となる。独立、再統合を繰り返し、紀元前96年に古代ローマ共和国に割上。紀元前78年には、クレタと共に、キュレナイカは、ローマの属州となり、紀元前20年には、元老院属州となった。296年に、ディオクレティアヌスによるテトラルキアによって、 リビュアスペリオル、リビュアペンタポリスとリビュアインフェリオルのリビュア疾患に分割された。365年の大地震で、キュレネが壊滅的な打撃を受けた。その後、ローマ帝国が分割された際に、東ローマ帝国の勢力圏となった。トリポリタニアを隔てて、バンダル王国と接しており、533年にはベリサリウスの遠征が行われた。 644年頃、第二大政党カリフのウマルに征服される。ウマイヤ朝の分裂後はエジプトに併合され、ファーティマー朝、アイユーブ朝、マムルーク朝の支配下となった。1517年には、オスマン帝国の支配下に入る。1911年から始まった、イド戦争の結果、1912年に、トリポリタニア、フェザーンと共に、オスマン帝国から、 イタリア王国へと活上され、保護領となった。1919年5月17日に、イタリアの植民地となったが、イタリアの支配に対し、イスラム神秘主義のサヌーシー教団などが、キレナイカ内陸部を拠点として、抵抗運動を行った。イタリアは、鎮圧に力を削くことになり、1920年10月25日から1929年まで、ムハンマド・イドリース、 後のイドリース一世をアミール首長として承認した。1922年にイタリアでムッソリーニが政権を握り、キレナイカの支配を強化したため、イドリース一世はエジプトに亡命した。後継としてオマルムフタールが教団のゲリラ部隊を率いて山岳部で高を継続したが、1931年に平定された。 その間、イギリスとの協定によって、エジプト国境が直線に引き直され、1934年1月1日、トリポリタニア、フェザーンと共に、イタリア領リビアとして統合された。第二次世界大戦においては、北アフリカ戦線初期の激戦区となり、数軸軍、ドイツアフリカ軍団及び、イタリア軍とイギリス軍による攻防が繰り返された。 1942年から1943年にかけてトリポリタニアと切れないかはイギリス軍フェザーンはフランス軍に分割統治された。1949年5月にイタリアを交えた三国でリビアを国連新択統治領として分割す定義がなされたが国連総会で否決された。対戦中イドリース一世は サヌーシー教団を率いて連合国側として参戦し、見返りとしてイタリアからの独立の約束をイギリスと結んでいた。1949年6月、イドリース一世はの独立を宣言した。しかし、実態はイギリスとの協定により、外交、国防、対外貿易の権限をイギリスに委ね、イギリスに軍事基地を提供する区別国家だったため、 アラブ諸国をはじめとした国際社会の反発を招いた。同年12月に国連総会でリビアを統一して独立させる決議が行われた。1951年にはトリポリタニアやフェザーンとの連合王国、リビア王国が誕生した。中心都市ベンガジはトリポリと共に首都となった。カダフィ大佐によるクーデターで王国が倒された後はキレナイカは抑圧され。 キレナイカの部族は礼遇されていたが、なお、旧王政支持者や、反カダフィ勢力は強く、ベンガジは1990年代には、イスラム学生運動の中心に、そして2011年の内戦でも、反カザーフィー体制打倒の拠点になった。しかし、翌2012年3月6日、リビア東部の有力部族や、民兵組織の指導者らが、ベンガジで会議を持ち、実地を行うことを決定。 キレナイカ暫定評議会の発足を宣言した。リビアを暫定統治する国民評議会はこれを国家を分断する行為として非難するなど東西間の対立激化が懸念されている。キレナイカの石油資源はリビアの埋蔵量の多くを占めるがキレナイカへの投資は少ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。